雨ですみません。K-WAXの事故現状車両でございます。右前このようにですね、当たりになっております。右前の下の方ですね、下回りのヒットでこのような感じで、タイヤの方はパンクはしてないですけど、あまり良くない状態ですね。長距離は危険ですね。ちょっと練り込みそうな感じがあります。右後ろも少し、右前に当たった反動で転がった時に当たってました。ちょっと、まっすぐじゃないかなっていう、ちょっとこうになっちゃったかなっていうぐらいですかね。ちょっとですけど、鈴木スポーツマフラー、いい音してます。程よくですね、低温でしっかり出る感じで、もちろん車検対応でございます。まあ、うるさすぎない、いい音ですよね。で、左側は大きく損傷を受けてる部分全くなくですね、もともと外装がとても綺麗な車両でしたので、もう大きな傷、まあ、小さい小傷とかですね、まあ、ちょっとあるかもしれないですけども、かなり綺麗な部分に入ると思います。内装も綺麗に使われておりました。距離を感じさせないコンディションと言っていいと思います。シフラーマットの方は使用感ありますけども、まあ、このようにですね、車外シフトノブでパターン付き、走行144,402キロを指しておりますが、まだまだいけるんじゃないかという感じですね。本当に静かです。アイドリングもこのように安定しております。オーディオなしですね。現在オーディオなしの状態でございます。レカロシートの状態も悪くないですね。まあ、この辺の乗り降りの場所はちょっとシワがありますけども、まだまだ十分じゃないでしょうか。まあ、今回ですね、フレーム修正とか行って、このパネル関係、バンパー、ライトとフェンダー、ボンネットもちょっと欠けがあります。ボンネットをちょっと板金で直すとしてもですね、この辺とフレーム修正を行って足回り調整を行えば、まだ全然いけるかなという部分であります。このように静かで安定しておりますので、まあ、動画だとですね、高音拾いやすい部分とかあったりして、完全な音は伝わりませんが、まあ、安定しております。でもこの辺ですかね。これちょっと雨に濡れて錆びてしまったあたりで、ここはつなぎ直してあります。ちょっとコアサポートもちょっと押されたのかなーって感じではあったね。ちょっと下回り見てみます。ちょっと下回りが分かりづらかったと思うので、見えますでしょうかね。まあ、ちょっとこの辺に当たった押されと、この奥ですね、この辺にちょっと、ドライブシャフトの方が当たったような形跡が残ってますが、まあ、ちょっと引っ張る中でこれだけ戻ってますんで、部品、足回りの部品、ショックも変形とかしてる感じではないので、スイングの乗せ替えベースとして考えるんであれば、このフロントのサビとかはですね、もう結構曲がりますしね、調整できるかと思うんで、まあ、スイングの乗せ替えベースと考えるんであれば、かなり面白いんではないかと思いますけどね。で、実際のところ普通に走ります。ちょっと最近インサイトがずらっと増えてしまっておりますが、インサイトマニュアルだらけですよね。一応このようにですね、転がすこと可能です。高速とかちょっと危険だと思いますけども、右前スペアタイヤで履けば、まあ、とりあえず行けることは行けると言いますか、全然加速も効きますんで。もちろんですね、目いっぱい踏むと60キロ以上とか出すとちょっとふらつきます。完全なフレーム修正までは行っておりませんので、とりあえず自走でハンドル目いっぱい切っても当たるような感じではございませんので、その点のご理解をいただければと思います。大丈夫ですね、全然調子いいです。埼玉県大宮市、しまいました、埼玉県埼玉市大宮区の方に現在保管しておりますので、まあ、何かありましたら一応うちの積載の方で移動も可能ですので、遠方の納車の方も可能でございます。ちょっと自走不可扱いとか事故車です、割高になってしまう場合がありますので、その時はご相談していただければという感じでございます。ご検討ください。目白自動車、小野でございました。